昨日、総理就任後3度目の福島県訪問で、うんえ、福島復興再生協議会というところに出席をして、えー、その際にですね、うん、あの、井戸川町長から非常に厳しい言葉を投げかけられたいれけどということなんですね。ね、みんな日本人だったら思うでしょう。自分とこはそうなったらそう言うよ。そうですね。今後みんなそういう可能性あるんだからさ、また。昨日、この会議に野田総理が出席した最大の目的がですね、 カルハシさんがおっしゃってましたけれども、その福島第一原発のその事故による放射性物質で汚染された土壌、うん、まあなどを保管する中間貯蔵施設、うん、で、これをですね、その原発のあります福島県双葉郡の中に、 建設をさせてほしいと、うん。だってさ、土壌汚染のなんかその度合いっていうのも、チェルノブイリの低いところの2倍で、高いところの7倍ぐらいっていうのを東京電力もようやく認めたんでしょそうですね。ふざけた話だね。どんどん本当に後から出てきますし。あなたってしょうがないわ。 あと、さっきも唐橋さんおっしゃってましたが、あの、なし崩し的にね、これが最終処分場になるんじゃないかという、うん、その心配、当然、地元がすごく、うんえー、多く持たれていて、しかもこの中間というね、うん、言い方をすると、うん、まあ、せいぜい数年ぐらいかなとイメージしますよね、うん、またごまかしてんだろうなっていうのは、もう誰だってわかることだかね、これ。これ、今のこの中間と言ってる段階で、うん 30年以内と。うん、つまり30年ぐらい置くって、これ中間という言い方が正しいのかどうかということですよね。うん、だってさ、人の年齢様々なんだからさ、ね、中には早死にした人だっているんだしさ、そ,その30年っては大変な年月だよ。いや、あまりにも長い、うんけね、その時間ですよね。言は葉を本当にごまかすのだけはやめろって言うんだよな。で、昨日ですね、野田総理が、まあそういうお願いをしに行ったんですが、じゃその地元の反応はどうかというと、うん、実は、 その自治体の反応、割れてるんです。これが非常にこう難しい今、局面を生んでましてですね、うん、あの佐藤知事もですね、その地元の反応が非常にこう割れているんで、まあ、直接野田総理と会談もやってるんですけれども、その要請に対して、イエスとも言い切っていなければ、ノーとも言えないという状況なんですね。うん、ですんで、まあ、去年、政府がですね、原発事故の収束を宣言しました、これを引き合いに出してですね、 その福島県民や避難している皆さんからすると感覚は相当違うと。うん、まあ、あくまでも避難者の期間が収束だと。うん、ええー、まあ、強い不快感を表明したと。うん、ま、ちょっと言い方変えると、こう直接的な答えできない。うん、やや遠回しな言い方しか今できないという状況でもあるんですね。うん、で、まあ、野田総理は、ま、原発事故との戦いが終わったわけではないと答えたんですが、 やはりその原発事故収束宣言のちょっとこの KY 会見のつけが今も大きですね。当たり前だよね。馬鹿すぎるよ。まあ改めてあの宣言を振り返っておきますとですね、まあ、去年12月の16日に野田総理が記者会見をして、第一原発が冷温停止状態に達したと。 え事故そのものが収束に至ったと、まあ、宣言をしました。えしかし、与党内からも、野党からも、専門家からも、ちょっとその収束という言葉早すぎると、まあ、批判がですね、噴出、うん、して,ういういて。いまだに謎だね。うん、で、結、まあまさに、KY ですよね、本当、うん、ね。で、福島県議会もですね、まあ、宣言撤回を求める意見書を全会一致で可決という事態になりました。うんうん で、一方、この収束宣言を受けてですね、細野環境大臣が佐藤知事に対して、その中間貯蔵施設の受け入れを要請したんですね。うん、で、さっき割れてると言いましたが、まあ、完全に割れてるということではないんだけれども、その八つの調査の中でやはり温度差が出ていると、うん、いう言い方が正しいと思うんですね。 で、この八つの町村の首長さんたちがですね、一月の五日に福島県庁で佐藤知事といわゆる会談を行っているんですが、例えばその福島第二原発がある奈良浜町の草野町長はですね、うん、受け入れざるを得ないという意思表示をしているんですね。ところがその第一原発が立地しているえ双葉町の井戸川町長はもう明確に反対を表明していると。うん で、この温度差はどこから来るかというと、これ政府が検討を進めているその次のステップに関わってくるんですね。うん、あの、つまりその原発事故を収束と一応政府は言ってるわけで、次に家に戻ることを念頭に入れてですね、4月1日をめどに、今は警戒区域と計画的避難区域という、うん、この20ミリシーベルトを分岐点にですね、分け方をしてるんですが、うん、これを新たに3つの区分に、 仕切り直すという方針をですね、うん、決定したわけで、まあこれをあの福島県と11の市町村に伝えたんですね。で、ここで、ちょっとは巧妙が見えたと。うんまあ 判断した、まだまだなんですけれども、一応ちょっとは見えたと判断した自治体と、うん、もう逆にもう暗淡たる気持ちになった自治体に分かれたんです。うん、で、この三つはですね、その避難指示解除準備区域、うん、これつまり年間の被爆線量が20ミリシーベルト以下になることが確実だと確認された地域を、まあ、住民の早期帰宅を目指す区域、 なるべく早く返したいと。うん、で、当然ですね、除染作業もそこがまず優先になるわけです。うん、帰りやすいところから集中的に行くと。で、そういった自治体はちょっとこう、嬉しい情報にならなくもない。うん、で、次が居住制限区域。これ20ミリシーベルトを超える恐れがある地域。これ引き続き避難を求める居住制限区域になるんですね。うん、で、最後は帰宅困難区域。これ50ミリシーベルトを超える区域。うん、これ原則長期にわたって居住を制限と。 いわゆる帰宅困難区域なわけですから、うん、これ、長期ってどれぐらいかというと、まあ、少なくとも5年、うん、5年以上という、非常に長い道のりが待っているわけなんですね、うん、そこで少しはなんとかなるかなと思えた自治体と、うん、もう全くどうにもならないと、うん、で、その代表格がですね、双葉町だったわけで、双葉町の井戸川町長はですね、もうこれはこのままもう町には住めないとつまり仮の町町にですね、うん、町ごと。 移すというのはどうかと。うん、まあ非常に大胆提案をしてるんですね。こう、せざるを得ないとな、うん。そう,、ね、いうことなんですね。そうなんです。で、福島県の関係11市町村のうちですね、7つの市町村に、この帰還困難区域が設定される見通しなんです。うん、で、対象はですね、現在避難している方のおよそ3割、2万5千人に上るんですね。うん、で、いずれにせよ自治体のですね、 えー、側としては、その中間貯蔵施設を受け入れるかどうかというのはですね、うん、これ、あの、町長さん、村長さんだけではとてもじゃないけれども、判断できるような問題じゃないんです。うん、つまり、荷が重すぎると。従ってですね、大きな問題で荷が重いと。で、福島県もですね、主体性を持って、これ、一心同体になってくれと。うん、国との交渉に取り組んで、事務局を引き受けてくれないかと。うん、でないと話、絶対まとまらないからと。そうだろうね、でもそれは当たり前なんじゃないかな求めたんです、そうなんです。うん したらですね、やっぱり福島県の佐藤知事もものすごく荷が重くなっちゃったわけですよ。ダメで重くなってったそうなんです。やっぱりやんなきゃ。知事なんだから。重く受け止めるってね。重く受け止めるて。ただ受け止めた人は重く受け止めてちゃんとそのように動かないとダメでしょ。で、こちらで、ちょっとでもいいから進めてくれと言ってる自治体と、とんでもないと、すぐ断れと言ってる自治体の今、 ちょっと板挟み状態なんですね。うん、従って、汚染土壌がどのぐらいの量になるかなど、さまざまな論点整理が必要だ、協議会を開き、皆さんと対応していくと。うん、ちょっと時間かけたいなっていう話がです国と東京電力の責任だからね。そういうことですね。ねそこがちゃんとしてないから、いやそういわけになってるだけなんだろうなけなですよね。そこなんだよ、問題はね。まあ、やや先送り感がちょっと出てきちゃったと。ところがですね、最も深刻な状況とさっき言いました、双葉町井戸川町長はですね、 慎重に対応なんて言葉じゃもう収まらないわけですよ。うん、当たり前ですよ。そこで、テルミさんが番組の冒頭でおっしゃった、うんうん、昨日の復興再生協議会の中の野田総理に対する、うんうん、私たち双葉軍民を日本国民と思ってますか、法の下に平等ですか、憲法で守られてますか、うん、という激しい,言い方になったわけですねこ。これは一言じゃないからね、日本国民はね。これ一言だと思ってる人はおバカさんだよ。そういうことです。これ自分たちのことだからね、結局は。 あの、今のそのテるミさんのセリフにつながることも実はですね、井戸川町長が言ってましてですね、そもそも避難指示解除準備区域、つまり、なるべく早く帰れるよという、この区域が20ミリシーベルト年間ですね、これがまあ目安なわけですね。で、そもそもこれにですね、井戸川町長はですね、疑問を呈してるわけです。つまり、 居住できる目安を年間20ミ,20ミリシーベルト以下と。うん、これで安全だと思っている安全委員会の委員の家族に住んでもらって、安全を確認させていただきたいとまで実は昨日の会議で発言してる。当たり前のことだよ。そんなこと言った人は言葉に責任を持たないが一番大事,大事,大事なことを決めてるわけだからさ。ううで,ね、で、一方その双葉軍の中で意見が分かれているというのもあるんで、うん これは私の想像ですけど双葉町民という言い方をせずに、うん、昨日井戸川町長が双葉軍民と表現したのも実はその自治体の間で温度差があるという複雑な状況を意識してのことなんではないかなと、うんうん、軍民という風にねなってたねそうですね、うん、で一方でその単純に放射線量だけでは判断できない問題も多くて例えば浪江町はですね、これ人口の多い町の、うん 東側、東部がですね、年間20ミリシーベルト以下、つまり解除準備区域になりそうな状況なんだけれども、ただ東側ってことは海側ですよね。ですんで、放射線量が低くても、逆に津波で壊滅的な被害を受けちゃってるんで、戻りたくても戻れないと。だから、いろいろ地元の事情があまりにもありすぎるんで、い、あの、いわゆる一側に放射線量だけで線引きできないんですよ。 そんな中でですね、地震に満ちた収束宣言というのが、いかにこう、地元のね、うん、人々の心も傷つけね。うん、で、原発被災地としてね、一緒に苦労を分かち合ってきたその自治体の中に、小さな今、亀裂を生じさせ始めているというところが、うん、うう非常に悲しい、今、状況だなと。そうだね。いうふうに思います。ね、野田さんがどう,いうふうに感じてるのかね、そういう言葉もね、本当にね。ト、ね、ップが動けば少しは動くんだよ、本当にな。 あの本当にあのこの前の経済の合志交換会でもありましたけれども、細かい政策をね、総理が言うんじゃなくて、うん、どんな国にしたいかって、うん、みんなをどっちの方向を連れて行きたいかというのを訴えられる総理であってほしいと、うん、まさにそうだと思いますよね、うん、ね国の形といか,、ね、からな細かい数字じゃないんですよね、うん、総理にね、求められてるんだね